はい、こんにちは、大竹誠です、えー。10月18日月曜日、スペシャルウィークらしいです。今日のパートナーははい。愛し合う二人、幸せの空、隣同士あなたと私、さつまいも、うん。 途中なんか美穂息切れてなかった私じゃないお姉さんも息切れましたお姉さんが息ちょっとあの息切れましたね息ちょっと切れましたからお姉さんの息切れてました私も切れました今日はさくらんぼの替え歌でさつまいも秋の味覚の歌を歌わせてもらいましたこんにちは朝ヶ谷島姉のえりこです妹の美穂です はい私の横にはこんにちは文化放送アナウンサー砂山慶太郎ですよろしくお願いしますお願いします寒かったな昨日そうですね寒かった寒かったよね寒かったです寒かったですもううちはあれで初めていいつも布団の上にいる猫が布団の中にモゾモゾ入ってたもんね寒くてやっぱりやっぱしね季節に猫はね敏感だからねいやいやいやなんかこの秋一番のはい そうですね。 一桁になったって。ちょっとなんか体を布団から上げにくかったですよ。ね、気圧なのか、何なの、寒さもある。のか俺もね、あのね、うちのたらいに氷が張ってたって、ちょっと。いや、嘘つこうと思う。ちょっと嘘つこうと思ったんだけど、まだちょっとこの時期は嘘バレるなと思ってね。涼しいけれども、ちょっと氷ほど。 こたを出しししてままいでも美穂のとこあれだろうんか換気扇から冷たいあれがなポタッとされて湯気が天井カあラの あのユニットうちはユニットバスでお風呂のあの浴槽の真上に換気扇がついててましてそこからこうポタッと垂れてくるんですね。それどこに当たる？肩に頭に当たらない？あの肩肩のこの辺りにこの辺りがラジオだとなんですか左肩の上あたり。左肩のてっぺんね。ポタッとってピクッとしてそれで。あちょっと空き空きになってきたと思って。から入ってる。そこにタオルかなんか置いといたらいいのに。 あでもルなんでかしらねあれあのでも出る時ですね出る時に体拭いてる時にちょうど垂れてくるんですよあ体拭いてる時に垂れてるそうなんですそれじゃ防ぎようがないねそうなんです狭いんであのねその浴槽の中で体を拭かなきゃいけない浴槽の中で体をそうですそうユニットバスですからユニットでもちょっと狭すぎないかそれ本当になんか独房みたいなねあのユニットバスなのよね本当にあの窓が一つもついてなくて窓ない窓ないユニットバスですねま窓 ないやつだ。あれはどうなってなんかあの。お風呂から出た時の、そのドアってなんか蛇腹みたいになるわけ。そうじゃ。それは普通に開くとある。ドアはこう、そこはなんか薄い、あの、なんか曇りガラスが張ってあるの。そうじゃなくて。ガラスも張ってないですね。それじゃ、ひどいな。普通の。部屋の中にお風呂とトイレがあって、真ん中はカーテンで。シャワーカーテン。はい。そうです。そうです。 それいい変だとだ同じ違うの私の部屋はちょっとリフォームされてましてお風呂トイレユニットバスじゃなくて別々にしてもらってるんですよ。で窓もついてるのでポタリはずいぶんなくなってるんですよねちょっと換気のなんていうか逃げ場があって美穂さんと一緒に住んでて今の美穂さんの部屋の時を本当に「ひゃーって言ってたわね。 っててし腰が悪くやるね腰やりかねないわよねあれね狭い浴槽の中でね体拭いてる時2人暮らしなんで一応女同士でもちょっと気を使ってね着替えなんかはそのんていうかそちらのユニットバスの中でやってたりしたのねだからポタってのがあったのユニットバスの中でお湯を全部抜いて抜いてそこで体拭いてそこで服着るの あ服はまあ服は出たところかそ出たところとかね玄関先のところですけど出ても出出ても玄関先なんてまあ玄関先かトイレのところで着替えるからですよね狭くてまあねそうなのよ大変ですもうあ足もぶつけますしもういろいろお風呂にねまたいた時とかゴンってぶつけたりとかしても青あざになったりねあざが耐えなえませんよ本当にでもちゃんと体を洗ってるのね体はちゃんと洗ってる いやわかんないけど、もうめんどくさくなるじゃん。そんな狭かったらさ、面積狭いとはもう足らないってことですね。体笑ってるよね。一応笑ってますよ。確かにね。あ、そっか腰腰笑ってないです。洗い場っていうのはないですもんね。確かにね。でしょ。ないない。洗い場ないんでしょだって。そうなんです。だから全部浴槽の中でね。全部浴槽の中で。何から何まで浴槽の中ね。本当に。ま便利って言っち便利だけどな。そんなことないか。 まあでもお湯を落としちゃうのはしんどいな。まあそうですよね。湯船はためたりするのためない。ため、たまにためます。たまにためる。そうだったらなかなかためられないよね、湯船に。だからため、ためた日はその使っただけで一回終わって、朝になったらもう一回シャワー浴びるとか。そういう。あの分業ですね。そうだよ。だから。そういうの思ったから洗わないのって聞いたのね。ああ。ためた日は洗わない。ためた日は洗わない。そうです。ちょっと。 こすってこするぐらい <laughs> ちょっと肩こするぐらいで <laughs> まあなんか落ちたかなさかすってるさすってる油、ね、<laughs> も落ちたからぐらいのお風呂はでも食べた方がいいんじゃないですかいやそれはそうです使った方がいいですよね若い時はもうねみんなシャワーシャワーって言ってるけど、はいえー 俺は近頃少しだけね前よりカラスの行水やめて少しだけゆっくりボーっとする時間をねお風呂の中でそれでも30秒ぐらいだけどねそれでもボーっと俺にとってはもうボーっとしてる時間は大事だわいやいやその前は何秒だったんですかじゃあ30秒より早い時っていうのは何秒で本当に入ってへえポシャって入って。 ええ出るか早い早い今ちょっと三十秒ぐらい、うん、今三十秒まあもうもうちょっと入ってるかもしれないちょっとせっかく持ってるところをちょっと厳密から引き出そうとしちゃって<笑><笑>そんなことよりもう俺はもうが体もあれでまあおさ<え>サバばっかしくててこうなんか <laughs> お前なんか今日俺の目の前で うまそうな唐揚げ、エリコ。うまそうな唐揚げ。この間はビスケット、今日はうまそうな唐揚げ。一口で食ったのあのでかい。一口で食った。す一口で食った。いやいや何回もするんですかも。パクっと。いやみおさんも入ってたわねクローズのね唐揚げのね。ちょっちょっと甘そうだのはねちょっとちっちゃかったなお前のでかかった。さっき遠いって。 のて私も大竹さんがも,もうちょっと後からいらっしゃるかなと思ったらね,ね <laughs> 俺はこっちで調べるのに目の前でいやだからもうバクって。いいよまあ あんまり何個も何口も噛んでたら大竹さんにねじろっと食られてるからあれだなと思って一口で入れたんですよもうほんに見口ぐれ噛んで飲み込んでた<笑><笑><笑>お前はサバかサバじゃないさささいか頭にサバがあるからさサ,サ,サ,サバばっかり食べてるからさば、うん、ってなって全部に変換されちゃってう、ね、ネットで見てたらねネットで見てたらさこう あサバ缶を出してねで玉ねぎであえてマヨネーズであえてそれをパンの上にのせて上からなんかチーズでトーストで焼くとめちゃくちゃうまいって書いてあったんででやってみたんでだからさあれあったかくするとさちょっと香るねああさのねさの冷たい時よりもあそうかもしれないですねちょっと嫌な顔してますね。 顔がずりんぶんとしわくちゃになっちゃって <laughs> いやいやいや。こ、うんな悲しそうな感じ。顔にありますか。かすかえ、あんまりちょっと。まあね、あ、や,っぱや、ちょっとね。あれ、俺間違ってない。はい、なんか焼いてると、ちょっと匂い増すでしょあ、まあ、うん、まあ、ちょっとね、鯖の、あの風味みたいのが出ちゃうかもしれないですね。そう,うんうん、そうでしょうん。いやね。やっぱないよ、だから、やっぱの。どうやって、今最近は一番多く食べてるんですか。そのままですか。 まあそんなに詳しく必要ないけどねそばかんを出してまあ手分を置いてまあそのまんまそれにあの玉ねぎのスライスがこっちにあってでパンに一緒に乗せて食するみたいなことはしてたからねそっちの方がまだ食べやすいそうなのかしら焼くと 焼くとねなんかいや俺の勘違いかもしれないでもなんか匂いちょっと香りが増すんだよね私はなんかほら豆苗と炒めてでパスタなんかにね合わせて食べると臭みは減りますよ大竹さん豆苗と豆苗とさば缶をちょっとにんにくなんかと一緒に炒めてペペロンチーノ風みたいにしていただくとでパスタを入れてね一緒に炒めてパスタはダメですもんね今のからんかあれですけどおかず的に食べて それうまくなさそうなんでですか豆苗とサバカンなんで豆苗をいにするのかそれは食べやすいんですよそれはダメダメじゃない香りも全然しないですニンニク入ってるから食べやすく食べやすいですよまあミュー食ったのか食べました食べましたそれなんかねお仕事先でそれ習って美味しかったんでうちでも何回かやってますよ でもあれでしょ <laughs> こう、二人でも別に体調子いいわけじゃないやそんなこと言わなくたっていいじゃないですか、ね、<laughs> それはそうです確かに <laughs> 昨日なんか全然起きられなかったしね <laughs>、うん

なんか知らないけどなんかこういやいいいいんですちょっと焼けたお肌が肌ツヤが良くてねそうですかですよその雑な雑な大竹さんはどうでしたか今週とかね先週とかノータイムトゥダイあら急に急にノーテイムトゥダイまあ三浦淳さんがねまあこんなんだっていうのを聞いたからまあ俺もまあまあ三浦淳さんにお話伺う前からまあ一ヶ月にまあ 1> 1回この間は「クーリア」っていうのをね見てから1か月ぐらい経つからまあ1か月に1本ぐらい映画見ようかなと思ってて「ノータイム・トゥー・ダイオ」no を「007、ね」ね「ダニエル・クレイブ」ね、いい5作目15年の間に5作<わ>その最後になるであろうと言われるシリーズを見に行ってまいりました。うん 予告でもね何かちょっとお別れみたい、うん、な何かさ、ね、よならじゃみたいな感じのことをおっしゃってたってまあお前外側の話で言うな俺はな外,側外側の人ってどういうこと中<え>の人 <laughs> 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 まだ私たちもちょっと残念ながら拝見してないから側ばっかりですけどどうでしたか、うんうんうん どう,でしたどうでしたかってまあまあね、まあ、三浦淳さんもこの内容には触れなくて、はいうん、まあねまあこれもあちこちがちょっとなんかネタバレになる様子が多すぎてまあでもねオープニングからね、はい、すごいんだよオープニングから、はいもうね、あっという間にね始まるのね、うんはい、これで20分ちょっとぐらいかなぐわって引きつけられてこれは喋ってもいいと思うんだ。その後から タイトルバックがかかるんで、あっ、いきなり始まっちゃう、そうなんかね、いきなり始まっちゃうの、だいきなり始まっちゃうから、目の前をさ始まったばっかりで人が通ると、人が通る横の席にあのツルの男が気に入ったら、もうなんか気に入っちゃってちっちゃい声で言ったよ。 とよお前らちゃんと来いよちっちゃい声胸の中だけで胸の中出てない声に胸の中でちょっと言えないみたいな俺ぐらいの年寄りはいなかったねでもえあそうですかそれで1か月前にクーリエっていうの見た時は席はもう一つ置きだったのね今回はもう行った途端にもう入り口のなんかあのねコーヒー売ってるすごい列日比谷の列があるじゃん まばらっていうかほとんどいなかったもう今回も長蛇のまあ劇場なんかたくさんあるからねも長蛇のですね若い人がポップコーンとか山盛りに仕上がって仕上がって人の目の前にバカ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 やがって言ってやりましたか俺はサバカンだぞ言ってあげなかった胸の内でだけしか二粒落ちましたよ 言ってあげたかった。ね若い人たちのやることだから。いいやと思って黙ってましたよ。まあでもね、もう前回行った時は一きだったんだけど、今回は。あのノータイムトゥー代、あれだよね。あの満席。もうだから緊急事態解除になって、劇場もあれしたのかね。もうあの全部。まあほとんど結構。 でもそれで入り口は長蛇の列でコーヒー並んで中入ったら中もいっぱいでいやちょっと怖いぐらい全員マスクしてマスクは皆さんなさってたけどねまあでもやっぱしああいうのは若い人のもんかねあの映画はなっていや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 あのんかでもやっぱりもう皆さんも楽しみにもう見に来られてるっていう。 写真を見るとなかなか年齢差広そうですけどね見てらっしゃる方もまあでもあれだねまあ俺ぐらいの年寄りはあんまりいなかったね20代から30代40代ぐらいだったかなそんな感じダニエル・クレウだってね54歳で54歳。 これが五作目、十五年かかって、五作目、これが最後みたいな、言われ方してんじゃろう。ね、五十四歳で、これが最後なんてね、見てる俺は七十いくつだしさ。いいじゃんい。いよ、別に。いいけどさ。なんか言うってこと、何か、何かある。ああ、あとかね。若い人はいいなとか。若い人はいいね。 でもあれだよなんだっけこのね犯人役の人はね、はい、途中まで見ててねどっかで見た顔だなとか犯人役の人がいるのねその人が、あのー、どこで見たんだろうなと思ってうう後半になって、はい、やっとその人がボヘミアン・ラプソディの主役の人だってやっと分かった <laughs> それまで分かんなかった。 すごい人がまた、ねね、そうちゃんとそういう人をね使ってるんだのね。ねんか名前はねラミマレックとかっっていう人だったけどね<ー>、うん、でも,も最初の時点であいつだって分かるんじゃなくって、うん、結構じゃあもうなんていうか憑依、うん、してたっていうかうそういう感じだったってわけですかその後半になって やっと、あ、この人だって気づいた。ちょっとした理由があるんだけど。あ、そだ、やだ。まだ、ない、こっちは、まあ、ちょっと。君、あらららららら、やだやだ。うん、ほんのちょっとした理由があるんだけど。そうなんです。それは君たちには教えない。ことにな。それそれ言われたら見たくなそう。ちょっとポップコーン買って、見に行かなきゃだわね、本当に。映画なんか見てないだろ、君たちは。いや、え、見て見てない、映画でも。映画とか。あのね、この前ね、あの、なんか見た。 映画館は行ってないか。あの,あのえっと吉住さん。 木曜日のパートナーの吉住さんのライブをあのオンライン視聴しました単独ラフそんなの自慢にならないか俺は映画見たかって聞いてるのにこんなちっちゃい画面で見ました映画のような世界観でした映画のような世界でも携帯携帯の中みたいな話単独のライブのタイトルが生意気なトルコ土産ですよ何が 吉住さんの単独ライブタイトルがねタイトルが、うん ね、ちょっと映画チックじゃないですかやっぱりだからそれで見ただそれすごい私は自慢でやるしたわけじゃなくてただ見たっていうことを伝えただけで「大時様ノータイムトゥーダイ」あれは自慢自慢もそんなっていうことはちょっと自慢チックだっ自慢だに確かに何にも007 <laughs> とか何にもやらずにノータイムトゥーダイってすごいおっしゃってましたけど <laughs> 自慢げにあれはやっぱりちょっと思い浮かん見ましたね。はい ボエミアンラプソディーはいい映画っていう風うに聞いてます <laughs> <laughs> 聞いてます <laughs> <あ>私も、ね、本当に名曲の数々で俺のの人はあんまりバカにしないけどさあの方の表依っぷりはねり本当にすごいあんまりバカにしないけどさ、はい ボヘミアンラプソディ見てないのお姉さんすごいボヘミアンは歌ってるのよ、ね、私はもう桂木由紀さんのボヘミアンはすごい歌ってますから,すすからそんな昔からのボヘミアン <laughs> ボヘミアンラプソディがもうやっぱりみんなにね,なねあの世の中接見してる時にずいぶんボヘミアンラプソディにちなんでボヘミアンって歌いましたよ2019年の第91回アカデミー賞主演 <laughs> 男優賞だよ。いやすごいですよ。だから本当に本当に面白だったんですね。アラブ系の俳優の人がオスカーとか取ってないんだよ。もうみんなから言われました。ボエミアンだ。ソディア見た方がいい。見た方がいいって。そうかそうねってすごい妙ちゃんともね。そうね。すっご受け止めて終わった。そうかとそれはもうだってであのと撮りましたビデオでもビデオでも撮ったテレビでもやったからいよいよ流れてうわこれは絶対見ようと思って録画したら。 消えちゃったのなんかわかんないけどなんか分かんないでけ消えちゃったのよっておくと消えちゃったりするんだよねなんかね容量の関係だかわかんないけどあのね事情聞いてないんだよ俺は撮っておくと消えちゃったりするのよねミホ俺そんな事情聞いてないだろこっちは今もう何でも見れるのボヘミアンラプソディーがだってやっぱりいろいろ配信見てないんだあのあの名作がどんな形だってた見てこいよやめてくださいよ本当に

経験大事ですよねまあ家がたまにあったりするからねうん、月にやっぱりねあまあそうだ。そんな二ヶ月に1本ぐらいかな俺も見てるのはねあでもでもやっぱり大竹さんも本当にお忙しいくてねこれね今度の映画長いんだよえ今回の映画がノータイムトゥーダイノータイムトゥーダイちゃんと言えますね大竹さんなんか覚えちゃったからねノータイムトゥーダイどのくらいあるんですか二時間半以上ああ

そっかそっか予告とかもあるかな違うよだって1時からって書いてあったら1時に行くでしょまあそうです。そっから長いんだよね始まるまで予告編とかあったりして予告編とかあれ結構20分とかあってねもう盗撮をするんだとかいろんなの全部それもしっかり見て次の回の予告とかも全部見てちゃんとしっかりで若者が通り過ぎていくわけですかそれが終わってからポプコン持ってな2粒落ちましたよな2粒すごい見てるのねそんなこと言いながら見て。 だけども、はい。いやでもいい時間じゃあいい時間ってやっぱりその時間をねやっぱりもう本当でも舞台もあれもういいわかるけどできたら2時間弱ぐらいになんかお願いしたいお願いしたう私からの要望ですけども別にいいいやもう集中してたから嫌じゃありませんでしたけどねちょっとな長かった。ですね。 だから一番最後の三浦淳さんのなんか一戦でなとかリターンみたいな,話ないエンドロールが終わってから次のなんか予告みたいなやつが出るからファンはもう絶対最後まで見るんだるっ,たって言ってましたね。はいはい、そこは見逃しました。そ,たそこは付き合ってられません。そこはいくらなんでもタイトルカウかかったら耐えられなく耐られなて三浦さんがおっしゃってたの,のに耐えられ見てないんだろう,う見に行きます。見,て見に行きあたる。 ダニエルさんのねダニエルさんとボヘミアンさんのねやつ拝見しに来ませんまずこちら昨日の東京新聞ですね先週木曜ゴールデンラジオでも触れたんですが文部科学省の調査の結果を受けて元文部科学省の前川喜平さんが東京新聞で本音のコラムこう書かれています。 13日に文部科学省が発表した2020年度児童生徒の問題行動不登校等調査の結果には極めて憂慮すべき数字が並んだ。うんうん 学校から報告された小中高生の自殺者は415人で前の年と比べて31%増えました家庭にも学校にも地域にも居場所を失い自ら命を絶った子どもたちだ今必要なのは子ども庁ではない子どもの居場所だと書いてありますえ、うん、そして不登校の小中学生もまあ過去最多だったんですけれどもうん、うん、この不登校という数字だけではなくてえ、うんうん、学校離れの状況を把握するためには不登校の 数数字字よりも長期欠席者全体の数字を見た方がいい不登校というのは30日以上学校に来ない状態だってことですけど、まあそういう数字とは違う取り方の,この長期欠席者の数字を見ると中学生に限ると17万4千人がまあ長期欠席をしている実に中学生の19人に1人の割合だっていうんですね。 えーまあ、この数字は学校の失敗を表しているすべての子どもに普通教育の機会を保障するにはどうしたらいいか学校関係者は真剣に考えることが求められていると書いてあります、うんまあ、今回はコロナの影響もあってこう小中学生の、うん、自ら命を絶つ人が31%も増えて数字にして、ねまあ、31%、400何人って、ね、言うけども。はい まあ、まとめちゃうと人数ただの人数みたいに聞こえちゃうけどねうん、うん、違うよね、はい、一人一人にそれなりの事情があって、はい、一人一人生きづらかったんだろうねうん、うん、ここに来てこの生きづらさこれだけ生きづらいことがあるっていうのは、まあ、よその国は僕はわからないけどもこの国にとってかななり不幸なことだよね、はい、まあ前川さんのおっしゃる通り、はい、子ども庁を新設するとかっていうことじゃなくてねえ、はい あのー、子どもの居場所をちゃんと確保してほしいという前川さんの願いもこもってるよね、あのーまあこの番組では随前からね、まあ、教育に関するお金が少ないとうん、うん、教育にかけるお金が少ないとどうなるかっていえば、あのー、自己負担各家庭の教訓に対するお金の負担がこう上がっていくとまあねそれで塾に行ける人 お金がななくて塾に行けない人格差が生まれると、ね、それだけじゃなくてこの格差が生まれる中でもう連鎖が起こるとねその子から親へという、はいまあ、そういうのがある中で、まあ、子供もを作ったりいろんなことはやってるんだけど、うん、もともとここにどうしてもうちょっとちゃんと、うん、まあし,しかもこの今の 子どもたちの話は、まあ、大人の世界でも同じ話で、まあ、大人の世界の話が影響してるってことはもう否めないわけじゃない、まあ、大人の方たちもいろんな意味で息苦しい世の中だけどここを解消するにはどうしたらいいかっていうんでね、まあ、一生懸命頑張ってほしいなっていうふうに思うよねあの、まあ、今度の選挙でもね。<laughs> あの10万円を配るとかって言ってまああのなんか緊縮政策にはならない、はい、どの党もね言ってるけども、はい、今度の選挙だけの話じゃなくて、はい、まあ10万円1回配るだけの話じゃなくて、うん、元からの話だと、ねうんはい、思うよね。 はい次ですはいそしてこちらは今日の東京新聞1面と2面なんですが、はい、共同通信が行った調査のことが書いてあります共同通信は16、17日の両日衆院選に対する有権者の関心や政党支持傾向を探る全国電話世論調査第1回トレンド調査を行いました、はい、まあ、その結果が載せてありますが、うん、岸田政権が安倍氏が 両政権の路線を継承すべきか聞くと、うん、継承するべきだは二十六点七パーセント。うん、転換するべきだが、六十八点九パーセントに達したと。あります。え、そして、こちら二面の方なんですが。うん、えー、中間層への分配強化賛成七十九パーセント。森友学園の再調査必要五十八パーセントと大きな見出しが出てるんですが。小さな政府を推進する新自由主義的経済政策から転換し、所得格差の。うん 規制のための中間層や低所得者への分配を強化することについて賛成と答えた人は79.2%に達した反対は1.1%そして森友学園をめぐる財務省の決裁文書改ざん問題について政府の再調査が必要と答えた人が58.3%不要と答えた人が36.1%だったということです。 まあ、安倍菅野・菅路線転換が 68%70%、はい、の人が今度の政府にはこうなんかちゃんと転換してほしいと最初はね岸田さんもあのなんてった新しい資本主義って言ったんだっけ、はいはい、ね。 それがどういう路線をたどるのかちょっと分かりませんけれどもとにかく安倍・菅路線から転換してほしいという意見が世間では70%もあるっていう話だよね。それから転換してほしいという中で同じくこちら東京新聞の一面なんですけれども安倍・菅路線かの小選挙区制低投票率。 まあこれがまあ続いていくと説明しない政治を招くよというのが大きく書いてるんですが。 第49回衆院選が明日公示されます今回の選挙は説明しない政治を転換できるかどうかも争点8年9ヶ月に及んだ安倍・菅両政権は国民の疑問や批判に向き合おうとせず独断的な政治姿勢を貫いた説明しない政治が長期間続いたのは1人しか当選しない小選挙区制の選挙が低投票率で行われ特定支持層を意識した政治に陥っていくという負の連鎖の結果ともいえると。 まどういうことかというと、まあ、投票率が低くなると組織票を持つ自民党が有利になります、はい、まあ特定層の支持をがっちり固めれば、まあ、勝利に近づくということで、はいはい、世の中にま背を向けた政治が続いて国民の政治に対する不信だったり諦めが高まると選挙に参加しない国民が増えかねない、はい、そうすると政治はますます自らを支持する層を意識すればいいという負の連鎖にどんどん陥っていってしまうと。はいはい まあね投票率がものすごい高いってければねいいってわけじゃないよねそれはなんかこう権威主義の国だったりするとか、はい、それともなんか意見がまとまりすぎちゃったりするからそこまで高くないとなくていいと思うけどまあでも自民党の安倍さんになってからこの2000 2012年から17年の間は、はい 本当に五十二点六パーセント、五十三点六八パーセントと。うん、まあ、投票率は下がってて、いくらでもちょっと低すぎるだろうと。はいうね、もうちょっと胸、ね。まあ、投票率が、あの、ちゃんと高くならないと。こうしかも、今回、この前からは十八歳以上だよね。はいはい、そうですね、うん。そうなってからは、例えば、もう行く時間もね。うん まあ、なかったりする人もたくさんいるけども期日前投票っていうのもあるしう、ねうん、やっぱりあれだよね俺も若い頃、まあ、こんなこと言えないけど若い頃は全然行かなかったけど、まあ、年食ってからは、まあ、あの行くようにね、はい、随分、はい、まあしてるんだけどやっぱしあれだよねみんなが投票にある程度まで行かないと、うん、安倍・菅政権転換が70%近くの人が望んでるのに。 そういうことにならないこともあるし、はい、その上に投票率が低くて、その上に、えー、18選挙区、25年間ゼロって書いてある見出しがあるんですけど、慶、はい、太郎君、これは何ですかこれは全国の小選挙区、18選挙区に25年間、女性議員が1人も立ったことがないという選挙区が18もあるっていうんですね。になりますが、まあ、見通しとしとて 全候補者の中で、まあ、女性候補者が2割に満たないということが明らかになったと、うんうん、今日の朝日新聞に書いてあります。うん、男女の候補者を、まあ、できる限り均等にするよう政党などに求める候補者男女均等法が施行されてから初めての衆議院議員選挙になるんですが、はい、政党候補で女性が占める割合はもう候補者の段階で18.4%しかいないと。うんうん しかも1996年に町選挙区比例代表制が始まってから、うん、まあそこから25年間18の選挙区では1人も女性が立ったことがない選挙区もありますと、うんうんはい、そうだね、これすごいね18選挙区で25年間ゼロ、ね、25<年>今回の内閣もあれだよね女性の人は少なかったね、はい、入閣した人はね。それもこれももこ含めて やっぱりもうちょっとこう子どもたちの自殺と不登校という問題も含めてみんな生きづらいと思ってることは確かなわけだよね。はいはい、生きづらいと思ってるんだったら生きやすいように変えるのは誰かって言ったらば私たち市民だよね。はいはい、市民は生きづらい世の中を生きやすい世の中に変える使命が逆なこと言うと議員じゃなくて市民にもあるって言えるよね。はい 皆さんはどうお考えですかさあ今日も始めましょうはい改めましてこんにちは大竹誠です今日のパートナーは阿佐ヶ谷姉姉のえりこです妹の美穂です阿佐ヶ谷姉妹さん今日のメニューの方をお願いしますはい この後は、大竹の言いたい放題番組に寄せられたメッセージをご紹介します。一、うん、時四十分頃からは、中継コーナー。大竹サテライト。うん、今週も、頑張れルイアの二人とスタジオからお送りします。二、うん、時の時報の後は、大竹発見伝ザ・ゴールデン・ヒストリー。今週はがんになりましたというテーマでお送りします。二時二十五分頃からの大竹メインディッシュ。今日のゲストは、インターパーク倉持呼吸器内科院長・倉持仁さんです。 今年の冬、新型コロナの感染爆発はあるのか今のうちに備えておくべきことはあるのか事前収録でお聞きしていますあの。今日のがんになりましただけどね、はいまあ、そういう特集をひっそりではやってるんだけど、はい、この書いた作家の方も、ね、ご自身が。 あの、がになって、私、はい、何ヶ月も、こう、う闘病して、はい、それから復帰して。まあ、お書きになった、はい、あの、いろんな方にインタビューしたって言うんで、はい、え、ちょっと聞き答えがあると思います、はい。ぜひお聞きいただきたいです。そして、三時十分頃からは、大竹紳士交遊録。うん、月曜日は、経済アナリスト、森永卓郎さんです。はい、日本の実質賃金が三十年、上がっていないことについて、お話しいただきます。はい。うん、そして、お待ちかね、今週は二ヶ月に一度の、スペシャルウィーク。 です始まりましたよさあこの音楽が流れてきましたし <laughs> 文化オースはこれからもあなたの味方です2021秋祭りあなたの欲しいものは何でも当たるゴールデンご褒美青天井今回開催します、はいまあ、長いコロナ禍緊急事態宣言は解除され,たされましたけども まだ思いっきり楽しみはまだそれでも前を向いて何か楽しいことを考えたいというあなた今、あなたがやりたいこと、欲しいもの叶えたい夢を文化放送的青天井でゴールデンラジオはできる限り叶えます毎日1名様にプレゼント今、あなたの欲しいものを書いてメールファックスでぜひご参加くださいそして今日のメールファックスのテーマはこちらです今、日本に足りないもの私に足りないものです。 えー、例えば選挙期間中になんで選挙特番をやってくれないのとかとにかくお金が足りないとか町の小さな喫茶店また増えてほしいなどなどどんな些細なことでも結構です番組までメールファックス送っていただいて必ずあなたの叶えたい願いを添えてメールファックスお寄せください当選者1日1名です番組のエンディング3時20分頃にお名前を発表してスタジオから電話をかけます ただ、ごコールしても電話に出られなかった場合は、その場で当選資格がなくなってしまいます。再度抽選し直して、次の方に電話がかかるという、前回もかからない方もいらっしゃいましたので、ぜひ応募されて、もう3時を超えたら、近くに電話を置いてお待ちいただきたいと思います。